私ライターやっててお話を聞かせてほしいの。取材です。17歳の女の子と売春してる人たちの。なんかいるの？茶番ばかりで飽きちゃったんですけど。なんか僕が悪徳ビジネスでもやってるような口ぶりだね。逃げんな、ぶっ殺せっつって。戦国時代の戦みたい。ひょっとしたらこれ記事になるかもしれないです。お母さん、お姉ちゃんのこと心配してるよ。無茶なことはやらない。いい、はあ、いい絵が撮れたんで俺も退散と。あ、悲しそうな顔でお願いします。そこは浅間ちゃんの描き方次第かな。お金欲しいんだけど。うち17だから。おい、俺も早くある。これなんだけど。つまり。この問題。おい、ただの販売やで。一応録音してるんで。書いていいことと悪いことがあんだろうね。ああ。刑務所は行きたくないですよね。課長は出ますよ。ああ。俺は喋っていねえよ。ああ。いや、誰が喋ってたんだよ。おい。2、1。あなたも僕みたいな N になるといい。ワン。一番かかりやすいんだよ。二度目やねえぞ。はい、二度としません。ちょっと人生楽しくなってきたかなって思っただけで。